はい、ピースケです。サクセススペシャルやっていきたいと思います。というわけで新しいお知らせが来ておりますので見ていきたいと思います。というわけでセレクトミッション言えた、来週から開催決定でございます。はい、それに伴って、ミッションバッジというアイテムを集めるイベントで並木の交換所が開催決定でなっております。まあよくあるやつですかね、最近。まあ、バッジを集めて SR ガチャ券やらハゲゾウやらなんやらをいっぱい交換しようっていうやつですね。猫とかね、お守りとかね。はい、でまあ来週の月曜から2週間始まります。で交換期間は、次の水曜日12日まで開催って感じですね。はい、もう9月ですよ、早い。今日で終わりだね。はい、で5試合の間に、ああそうだ、選んでいくやつですね、ミッションを。で盗塁とかがね結構めんどくさいんですよね。だから俺は捨てるようにしてるんですけど、うん、っていうやつですね。地味に内容によっては、うん、なんかクリアしづらいミッションが結構あるってやつですね。で報酬が今回チケットついておりますが、コン変化球チケット。なぜ変化球は全て言ってコントロールはコンと言ったのか、それは秋だからです。はい、秋はまあ狐の季節ですね。はい、というわけで多分そことコンかけてるんじゃないかな。うん、ぜひねチャンネル登録お願いします。もう訳わかんないわ。はい、というわけで報酬キャラこんな感じですね。コントロール枠から、クレバ、ドクター系ですね。はい、でパピオンで、野球マン水木、それであとは変化ですかね。あちげえや、あと振動もですね。左4体ちゃんとコントロールに分けてあるのにね、わからないっていう、はいって感じですね。で右側変化球ですね、キノコ、誰、ロゼルージュ名前なんだっけ、あれだ、あー風、鈴風、ホープ、あれそうだよね、合ってるよね。でアバターエレキという感じで、そうっすね。まあ野球マンはねこの前50になったので SR 混ぜてね、ちょっとねあと1が永遠にいけなかったんですけど、なんとかいけて、いらない。であとはまあキノコとね、この真ん中の4体はまあまあ当たりなんじゃないかな。パピオンはね今の、まあ、これやる頃にはもうイベント終わってますけど、暁強化強いですし、まあ、キノコもね PSR 引ければ練習効果キャラなので普通に強いで、まあ、エレキもね敏捷くれる折り変キャラで強いって感じなんで、まあこの真ん中の4体いいんじゃないかな。まあ、ロゼルージュもねサクスペでは結構人気だったり、アバタもね、変化方向選べる折り変って、まあ折り変枠はねサクスペでは結構意外と人気があったりしますからね。はい、あ選択権ももらえる可能性があるそうです。はい、このキャラが報酬でございます。有効期限は10月10日、チケットですね。はい、それはご注意くださいとのことです。はい、うん、でこのねあのビールの瓶の缶みたいなやつ集めると、瓶の缶瓶の蓋だよね、瓶のパン瓶のパンじゃない、ごめんなさい、瓶の蓋みたいなやつね。はい、ボケを噛むってもう最悪やもん。はい、を集めるとなんとチケットや猫とかに変えられるようなんでね、じゃあ来週、まあ、アイテム稼ぎに頑張ってみてはいかがでしょうか。というわけで今回は終わりたいと思います。はい、これもねもうちょっとで終わっちゃうんで、ちょっとね今忙しくて、またちょっとね時間なくなってきちゃったんで、あまりねできないんですけど、まあ、できる限り頑張ってやっていきたいと思います。でポケモンも今生放送やってますんで、まあ、ちょっとね夜遅くになる可能性が高いんですが、はい、ぜひ見ていただけると嬉しいです。まあ、動画自体残してるので、まあ、後から見ていただいてもっていう感じなので、ぜひよろしくお願いします。で今ね、はい、チャンネル登録、まずは今1000人をね、まあ、ずっと目指して
ておりますけども、なんと未登録のこの動画見ていただいている方のうちの、88% 未登録となっておりますので、ぜひねちょっとでもご協力いただけるように、まあ、自分もね楽しい動画できるだけ上げれるように、まあ、チャンネル登録増えればねどんどんあのクオリティもねいろいろ上げていけるようになると思うので、こっちに時間を取れるようになったりとかねすると思うので、ぜひご協力お願いいたします。未登録の方ぜひ、まあ、登録していただいている方をいつもありがとうございますという、気持ちではあるんですけども、はい、ぜひ、はい、まずは1000人目指して、まあ、ちょっといろんなことをやりたいので、はい、よろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。皆さんピースな一日を。バイバイ。あ、ちなみに動画の投稿800本突破しましたので、はい、いつもありがとうございます。はい。バイバイ。